ジョングランツーリスモへの参加が決まった。カーデザイナーを目指した学生時代、徹夜で走り込んだグランツーリスモ。そんな慣れ親しんだゲームの企画にスバルが参加表明した時は驚いたが、その担当にという打診にはもっと驚き、二つ返事で駆けついた。ダイナミック&ソリッド、スバルのデザインフィロソフィーを踏まえイメージを膨らませる。塊感、硬質な素材から削り出されるフォルム。でもそれだけではダメだ。力強さ、ダイナミズムを表現するには核となる中身が欠かせない。モータースポーツを通して培われた技術、精神、それをいかに凝縮して表現するか。世界中の車メーカーが参加するビジョングランツーリスモ、スバルらしさ、日本の車メーカーらしさもアピールしたい。こうした要素を内包し、強烈にアピールできるモチーフとは何か。やっとその鍵を見つけた。超合金カツオ節ラリー、ニュブルク24時間練習で培ってきた技術、そしてデザインフィロソフィーのダイナミックソリッド、これを融合させてグランツーリスモのために我々新しいレースカーを作りました。ぜひご堪能。レース車両はスバルビジブ2コンセプト、機能性を重視したワゴンフォルムとしながらレースに必要な空力精度、そしてスバルの特徴であるシンメトリカル AWD をいかに表現するか、そこをデザインのキーポイントにしました。硬質なボディの削り落とした面がフロントからリアに向けて一発でズバッと寄せてあげて、空力を考慮した伸びやかなフライ、さらにそこからつながるルーフスポイラーを一体化することで特徴を出しています。またこの車ではビジブ2コンセプトで採用しましたトルクベクタリングシステム、それをフェンダーに配置したランプを光らせることで可視化する、そういったことによってスバルを目指す操る楽しみというのを現在表現しています。
ね。